はいどうも、特撮ヒーローワールドの藤田です。今回も HG シリーズを紹介していきたいと思います。今回紹介する弾はですね、こちら HG シリーズのウルトラマンコスモス登場編というわけで、これコスモスが始まった頃に出た HG ですね。ラインナップはウルトラマンコスモスのルナモードで、ウルトラマン B タイプ、バニラ、アボラス、ワイヤール星人、クール星人と、というわけでね、セブンの宇宙人と、ウルトラマンの人気怪獣がねラインナップされているということで、非常にこれも楽しみな段ですね。では早速ね、組み立てていきたいと思います。はい、というわけで完成しました。イエーイ。いやー、今回ね組み立ててすごい楽しかったですよ。いや、なんといってもね、僕の好きな宇宙人と怪獣がいっぱいいるので、これたまんないですね。ちょっとこっちから紹介していきましょうか。まずはね、アボラス、レッドキングの体に違う顔をつけただけの怪獣なんですけど、でもね、全然レッドキングとね存在感が違うんですよね。こいつはもう本当に魅力的な怪獣ですよ。このね、躍動感のあるポーズとか、あと着ぐるみの質感とかもすごい綺麗に再現されておりますし、でね、顔がねめっちゃ似てますよね。特にこのアングルからのアボラスの顔はすごいかっこいいです。いや、いいですね。そして今回はね、お相手のこのバニラも一緒に入ってるので、またこれもかっこいいですね。確かモチーフはね、タツノオトシゴかなんかだったと思うんですけども、いやー、なんかねすごい超そっくりですよ。いや、かっこいいですね。ほら見てください、これで、あのね、迫力のバトルが再現できます。でね、この2体がね、ウルトラマン X の第1話になんかちょっとだけ出てたんですよ。もうあれがね、むちゃくちゃ嬉しくて、もうテンション上がっちゃいましたよ。まあそういうこともあって、ちょっと今、アボラスとバニラの熱がね、どんどんちょっと上がってきてるんで、いや、このタイミングにゲットできて本当に良かったです。いいね、これね。最高だ。次はね、ワイヤール星人。これ、ウルトラセブンの第3話だったかな？第3話に登場した宇宙人なんですけども、ワイヤール、揚力。揚力体とかの揚力の頭文字、YR を取ってワイヤール星人だったんですけど、これね、なんかね、体の、至る所にね、あの植物ならではのこの空洞みたいなものをね再現するために、この中にね鏡を入れてね、ちょっと空洞に見えるようにしてたっていうね。いや、このねミステリアスな見た目いいですよね。なんだろうな、どっちかっつったら仮面ライダーに出てきそうな、なんか怪人っぽいデザインなんですけども、ワイヤール星人ねすごい魅力的ですよ。いいですね。まさかこんなマイナーな宇宙人をゲットできるとは思わなかったです。最高です。はい、次はね、クール星人です。ウルトラセブンの第1話に登場した、まあ、記念すべき宇宙人なんですけども、まあ、案外ね、あっさりやられましたよね。でも、劇中でもね、人が入ってない、まあ、小道具で再現されてたわけなんですけども、今回のこの HG もですね、もちろん人が入ってないということで、まあ、自立不可能なキャラクターなんで、ちゃんとね、台座がついてるんですよ。こんな感じでね。いや、これはね、気合入ってますよ。本当に気合入ってる。いいですよね。台座の設置性もすごいいいですので、このようにね綺麗に飾ることができます。次はウルトラマンの B タイプのスペシウム構成を売ってるバージョンですね。うわ、めっちゃ似てるね。なんだろうね、このラインナップの中に B タイプが入ってるってことは、これはアボラス戦の B タイプを再現してるのかどうか、ちょっと分かんないですけども、まあなんせね、アボラス戦でウルトラマンは3回スペシウム構成を売ってますからね、もしかしたらその時のウルトラマンかもしれないです。このね、顔のこの口元の部分がね、トサカがこうシュッとなってる、そこを再現してるところがすごいいいですよ。つま先とかもちゃんと反ってますので、いや、これはねなかなかリアルですよ。いいですね、超いい感じです。最後は当時のニューヒーローウルトラマンコスモスのルナモード。いや、これもね超似てますよ。めっちゃかっこいいです。僕はねこのコスモスがずっと欲しくて欲しくて、やっと手に入れることができて本当に嬉しいです。いや、かっこいいですよね、このねシンプルなねボディーライン、本当にそこがかっこいいです。21世紀にふさわしいウルトラマンですよね。これをねゲットしてしまったからには、やっぱり、コロナモードとかね、リドリアスとか他のコスモスの怪獣たちも欲しくなってきました。いやー、かっこいいね。このね、初代ウルトラマンとコスモスのルナモードが並んでる絵がすごい好きなんですよ。僕の持ってたあのビデオのねパッケージがこの2人が乗ってるものだったんで、それですごいねこの並びに思い入れがありますよ。いいですよ、かっこいいですよね。
はい、というわけで今回の HG シリーズいかがだったでしょうか。今回もねすっごい魅力的な怪獣たちがいっぱいラインナップされててすごい嬉しかったですね。まあ僕の、おすすめはですねアボラスかこのウルトラマンコスモスですね。この2体はすごいリアルなんでこれぜひともゲットしてほしいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。